週明けの27日の東京株式市場は、取引開始直後は買い注文が先行しましたが、その後は当面の利益を確保しようという売り注文が次第に広がり、株価は値下がりして、午前の取引を終えました。日経平均株価、午前の終値は、先週末より75円87銭安い 22,474 円98銭。東証株価指数、トピックスは 1.62 下がって、1778.94、午前の出来高は6億8135万株でした。市場関係者は、アメリカで始まった年末商戦の出足が好調だという見方から、先週末のニューヨーク市場で株価が値上がりしたことを受けて、東京市場でも取引開始直後は買い注文が先行した。しかし、その後は、このところの株価の値上がりを受けて、当面の利益を確保しようという売り注文が次第に優勢となり、株価は値下がりに転じたと話しています。